西武のねサバイバルポジション、昨年ね最下位になって、うん、サバイバルポジションになってくる中でキャッチャーの森は確定だね。まあそうですね。でショートの源田でセカンド殿崎、うん、山川も出るね、うん、っていうことになってくるとよ外野だね、まあ、外野も外野全ポジションサバイバル、ね、そうですね、うん、新戦力でオグレディっていうのとジャンセンサードセカンドファースト外野全部守れるっていうところでジャンセンとオグレディが来てんのよ、はい、ってなった時に、うん、まあ、オグレディがレフト候補らしい。もうジャンセンは DH か、うん、まあ、山川とファーストか、はい、でもおかわり君もね、うん、全試合が無理だから。そうですね。だからまあサバイバルポジションはね外野とねサード、おかわり君が DH になるか、はい、ジャンセンサードとか、はい、まあ、うまい感じのこのローテーションになってくるのかなっていう、うん、栗山も、ね、はい、DH 代打枠としていたりして、もう外野は誰がスタメンをこう勝ち取るのかっていうのは未だに見えないですね。若林もね怪我したっていうのもあるけど、うん、岸がね、はい、出てきて愛斗もいればね、うん、川越も、いるし、もう本当のサバイバルはセンターライトのみ、はい、あと決まってます。もうオグレディが一応もう最初出るでしょうからね。出る出る出る、うん、オグレディジャンセンはね通常に開幕迎えたらね出るからね、はい、そうですね、うん、全て使われますからね。そうそう、だからあとねピッチャーサバイバルです、はい、ピッチャーだって、まあ、決まってんの多分先発高橋今井、うん、あ松本はもう確定やと思うんで、そうですね、ローテーション、うん、この3人は、はい、であと3つがサバイバルだね。新人が今年ね、そう隅田ね、で、はい、佐藤、はい、まあ先発じゃないけど渡辺隅田佐藤、うん、左と浜谷佐々木与座、うん、本田、うん、っていうところがまあ先発は候補になってくるのかな。3つはもう多いね、あの外国人のねエンスっていうのがねピッチャーでいるから、うん、エンス、そしてねスミスさんっていう2人のね外国人投手がいるから、はい、エンスはね先発、おスミスは何なんだろうね、はい、リリーフだな、リリーフだからエンスが入ってくる。だから2人、うん、2人に渡辺とか隅田君とか新人も含めて勝負だね、うん、リリーフが平確定でしょ、うん、スミスでしょ、平投手、平スミスはと、まあ、水上、あ、まあ、そうですね、去年終盤で、うん、よかったからね、うん、武隈、はい、ね、これはもう絶対確定やろ、うん、先発にリリーフに、はい、でセンターライトがサバイバルです、はい、あでもそれだけまだ枠があるっていうことですからチャンスですね、うんうん、でも最下位だからね枠をしっかり埋めていかないと、はい、やっぱ上に行けないからね、うん、選手にとってはチャンス、チャンス、チャンス、だから結構チャンス多い。